どうも皆さんこんにちは、中村のゆきです。今回はですね、ちょっとここにうっすらと映ってると思うんですけど、自転車のね、走行動画を撮りたかったんですけど、まさかね、動画撮る前日にね、ギアが壊れるっていう、本当に一気にやる気が全てなくなってしまいまして、ちょっとね、動画撮ることができなくなってしまったんで、しかもね、聞いてくださいよ、この日のためにこのワコマリアのバスケのゼッケンタンクトップとバスパンと、久しぶりに靴もね、コンバースワコマリアコラボのスニーカーとかでこうバチッと決めたのに、つってもね、なんか代わりの動画を撮らないといけないってなくて、ちょっとこう考えてたんですけど、ちょうど今チューズセール期間中なんですよね。なんでね、結構前々から、うちのセールについてお話ししてほしいっていうお客様とかも結構いらっしゃったので、今回この機会なんで、なんかまとめてね、うちのセールについてとか、僕の思うセールについてのお話とかをしていこうかなと思います。ざっくりね、チューズのサマーセールはですね、毎週週ごとにパーセンテージが変わるっていうやり方をしているんですけど、今動画撮ってるこの週は 30%、次の週になると 40%、 でまた 50%、 60%、 メーカーさんによってもちろんパーセンテージって決まってはいるんですけど、この対象外のものでよければ、マックス 70% まで落ちるよっていう口のやり方なんですけど、結構ね、これ珍しい方やと思うんですよね。他のショップさんとかやと、やっぱ 20%、 30% でその終わらしといて、なんか年末のアウトレットみたいなやり方でやったり、なんかあるショップさんと、本店があって、もう一個の店舗にそのセール品とかを送って、なんかその常にセールで売ってるよみたいなやり方とか結構あるとは思うんですけど、結構うちの社長がですね、基本的にそのシーズンのものはそのシーズンで売り飛ばすっていうやり方の人なので、割とね、他の店舗さんよりかはナウなアイテムといいますか、そのシーズンのアイテムを売り飛ばすってやり方なんで、結構珍しいんじゃないかなと思います。僕自身ね、この店舗に入って、初めてこのやり方見たんですけど、すごいなっていう。うちの社長らしいっちゃらしいんですけど、なんかこう思い切ったやり方だなとは思っております。なんでね、これを機会に、ちょっと普段は手の出せないアイテムとかも皆さんきっとあると思うんですよ。気になるけど買えないものとか。例えばね、僕もこういうね、スポーティーな格好をしてるんですけど、今年メッシュとかちょっと透けてるアイテムって流行ってるんですよね。ただ透け感のアイテムってちょっとこう挑戦しづらいと言いますか、なんか定価で買うと失敗すると怖いなって思いって皆さんあると思うんですよ。ただね、今それを挑戦しやすくしてるのがセールだと思うんですよね。例えば5000の商品とかでも 20% ぐらいだったら1000円ぐらい安くなるんで、そうなってきた時に挑戦しやすい、新しいジャンルに飛び込みやすいっていうのがセールなんじゃないかなって個人的には思っております。それにね、うちの場合はね、ほんと毎週下がってくって、もう皆さんの争奪戦なんですよね。よく目にするのが、ちょっとこれ来週まで待っていいっすかみたいなお客さん、来週まで待てばこれ 40% オフっしょみたいなお客さんとか、やっぱいらっしゃるんですよね。ただね、これね、不思議なことにね、世の中言霊ってあるんだなって思ったのが、そういう商品こそすぐなくなっちゃうんですよ。不思議なもんでしょ、これ。なんかね、これ欲しいって思ったアイテムに限って、次の日に通販が入ったりとか、店頭で売れたりしちゃうんですよね。なんでね、結構こう、慣れてきてるお客様たちは、絶対なくなるってのを知ってるんで、こう、先手。ただ、やっぱ安くなるの待ちたいって方も、気持ちもわかるんでね、やり方的にはもう皆さんのその、なんちでしょ、この気持ちみたいな。ふつふつと僕ら煽っていく感じなので、ほんとどのタイミングで落とすかは皆様次第で、うちもちょっと変わってるもう一個の点が、店頭の在庫と通販の在庫って全部一緒なんですよね。なんでウェブサイトに載ってるアイテムでソールドアウトのアイテムは店頭にもないし、店頭にないアイテムは通販にもないしっていうので、結構皆さんチェックしてお越しになる方が多いですね。お店来てみて、あれいいなって思って、で家帰って、もう毎日チェックするお客さんとかもいます。なんでね、結構うちのセールって変わってるとは思うんですけど、かなりね、争奪戦激しくなってるので、皆さんどこで買うか皆さん次第なんで、皆さんご検討よろしくお願いいたします。
それに洋服屋さんってね、その服を買いに行くじゃないですか。かといってその入ったら絶対服を買わなきゃいけないってわけでは全然ないので、まあなんかショップさんによってはその、まあ、悪い噂って言いますか、その押し売りっていう言葉って聞くんですけど、そういったのをね、うちって基本的にはないので、まあこれ言っちゃっていいのかわかんないんですけど、なんかお客さん見てる人には嘘つけって突っ込まれてるかもしれないし、お前ら二言目ありがとうございますって言ってくるだろうとかね、まあいろいろあるとは思うんですけど、まあ実際ね、まあ僕の理想とするショップってその、フラッと遊びに来てもらえるっていうのが、洋服屋さんのある形だと思ってるので、本当皆さん、まあセールとかそういったもの関係なく、フラッと寄っていただいて、まあ洋服を見て、ちょっとこういうの気になるんだよねとか、そういった会話しながら、よかったらこれ買ってみようかなみたいな、そんな感じでね、まあ当店、チュースをご利用いただきますと幸いでございます。そのきっかけがセールになったんですね。普段はちょっと高い店っていうイメージが入れなくても、セールやってるんだ、ちょっと安くなってるんかな、行ってみようみたいな感じでもね、全然いいので、今年のトレンドとか、ちょっと今回挑戦してみたいなっていうジャンルとか、皆様いろいろあると思いますので、フラッとジューズに遊びに来てください。まあ、こんな感じでね、今回の動画を終わりにしようかなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。